ボーイング787から8型機スクートはシンガポールにあるシンガポールチャンギ国際空港を拠点に運航している格安航空会社でスクートタイガーエアプライベートリミテッドのブランドシンガポール航空グループ2011年6月17日シンガポールエアラインズリミテッドの出資により長距離国際線を運航する格安航空会社 スクート運営のためスクートテリミテッドを設立。同じくシンガポール航空の出資によりすでに就航していた格安航空会社のダイガーエアは短距離路線の運航に限られていた。スクートは英語で走り出すといった意味でシンガポールでの話者が多い中国語ではクールだという意味を持つ国を含む国交となる。2012年6月4日に シドニー戦で初就航。また、2012年10月29日から、台北、東円経由、東京、成田戦が就航した。2013年には、テラピンホールディングズが発表した、アジアのベストノーコストキャリアに選出された。2013年12月、タイのノックエアと共同で、中、長距離戦を運航する、格安航空会社ノックスクートを設立した。 2014年秋には、ボーイング787から旧型機の運行を開始。日本船への投入も1から2番目になると CE、CEO ギャンベル・ウィルソンが明かしている。2016年11月4日にタイガーエアとのブランド統合が発表され、2017年7月25日より、スクートブランドへ一本化された。スクートがタイガーエアに統合される形となり、 社名は、スクートタイガーエア、プライベートリミテッド、運行ブランドは、スクートとなる。7月14日、タイガーエアシンガポールは、日本の国土交通省より、外国人国際航空運送事業の経営が、許可された。統合と同時に、IATA 航空会社コードが、TZ から TR に変更された。就航路線はすべて、シンガポール発。 2020年現在エコノミークラススクートビズ。ありがとうございます。